皆さんこんにちは、高山です。このチャンネルでは PC やスマホ、ガジェットといった少しニッチでコアなアイテムの紹介や批評をしていますので、よかったら見ていってください。今回は i7 だけで選ぶなノートパソコンということで、近年需要がめちゃくちゃ高まっているテレワーク用もしくはビジネス用途などに使うノートパソコン、これを新たに購入する人もしくは買い替える人に向けた動画となります。皆さん i7 選んどけとか i5 選んどけとか i9 がゲーム向きだよとか聞いたことはないですか？もしくは Google で検索してたどり着いた一番上のブログとかでこのような文面見たことが1回はあると思います。これ絶対に信じないでください。8割ぐらいは嘘と言ってもいいぐらいです。間違っていますっていう話をベースに、できるだけ安く、そして本当に性能がいいもの、まあ要はコスパのいいノートパソコン、これをここを見て選べっていうのを今回は紹介していきます。上級者向けというよりはどっちかというと若干初心者向け、インテルとか AMD とか i7 とか i5 とか i3 とか、まあ聞いたことあるかなっていう人に見てほしい動画です。まあパソコンってね、世間一般的にめちゃくちゃ大きく分けると Windows と Mac みたいな二択みたいなところあるかと思うんですけども、今回は仕事用ということで Windows のノートパソコンに絞って選び方を紹介します。それでは行きましょう。今回は CPU、メモリー、ストレージっていう最も大事に選ばないといけない3つの分野を紹介します。 PC の内部の部分ですね。サクサク感に影響します。なるべくシンプルに簡単に解説するのでご安心ください。あとキーボードとかディスプレイ、バッテリーや充電部分など外部部分の選び方も後半パートの動画でしっかり解説しますので、こちらも後ほどご覧ください。では CPU から解説します。例えると脳の部分ですね。一番大事なポイント、 Core i7 とかは CPU の名前です。冒頭でなんで i3、i5、i7 だけで選ぶなと言ったのかという話をします。まずインテル Core i7 とか i5 とか、この名称は2008年から使われている名前なんです。つまりもうめっちゃ長らく同じ名前でシリーズが出続けているということです。 i7 Generation 1 とか i7 Generation 2 とか、ちなみに現在この動画を投稿している時点で11世代まで発表や発売がされています。ということはメルカリで Core i7 搭載でサクサクと書いてあるパソコンを買ったら、12年前のゴミクズのようなパソコンだったっていう展開が、まあ、起こるんですよ。実際ラクマとかメルカリとかでこの手法を使って稼いでる PC 業者は山ほどいます。本当に気をつけてください。でじゃあ新品買えばいいんでしょと、そういう話かと思いきや、 CPU の世界って結構前のやつとかも最新機種に搭載されたりするんですよね。コストが安いとかの理由でね。その中にさらにインテル社製の CPU があったりだとか AMD 社製の CPU があったりとか、もうごちゃごちゃなんですよ。どれが速くてどれが遅いか素人ではもう全くわからない。モデル名の後ろについている〇〇 GHZ みたいな数値も全く参考にならない時代です。さらに i3、i5、i7 ってあっても、最新の i3 なら昔の i7 よりめっちゃ高性能ってこともあるんですよ。はい、もうちょっとわけわからなくなってきていると思うので、どうやって選べばいいか、めちゃくちゃシンプルなものを一つ紹介します。これね、スコアが出せるサイトがあります。パスマークというサイトです。具体的には価格 .com とかメーカーサイトとかに載っている CPU の名前とその横に載っている数字、これを全部コピーして Google に貼り付けます。でスペース1個入れてパスマーク PASSMARK と入力します。これで出ます。検索結果の一番上のサイトを開けばスコアが出ます。これを参考にしてもらったらいいです。もちろんこれが全ての性能の絶対数値ではないですが、少なくとも i7、i5、i3 とかで選ぶよりは何百万倍も正しいスペック比較ができます。もちろんインテルと AMD、Ryzen との比較もできますし、何より覚える手順が一番少なくて楽です。そして何年経ってもおそらく使える手法です。まとめてくれたサイトとか動画もいつかは古くなっていくので、自分で調べる方法は知っておいた方がいいです。
ということで、まず一つ、CPU を選ぶ際にはこのスコアを参考にしてください。また価格 .com のサイト内でもパスマークから提供されているこのスコアで比較して並び替えることができます。一発で比べることができるので楽ですが、たまにこのスコアの表示を価格 .com がやめたりとか、また復活させたりとか、フラフラしているので、やはり基本の調べ方は身につけておいた方がいいと思います。中古 PC の場合、Core i5 の 8265U とか、こういう数字が書いていないような出品者からは買わないでください。失敗する可能性がかなり高いです。で、スコアの数値はどのぐらいがいいのっていう話なんですけど、これはかなり個人の主観によって分かれるんですが、ビジネス用ノートパソコンなら5000以上あれば現状問題ないはずです。オフィスサクサク、ネットブラウジングサクサク、動画視聴余裕と困る部分はないはずです。ちなみに私がブログとか文章を書いたり、オフィスを使ったり、メールの返信をしたり、動画を見たり、サボってマイクラしたり、出先で簡単な画像編集を行うノートパソコンはスコア6000ぐらいです。これで何の不満もなく編集処理ができています。ちょっと余ってるぐらいです。ちなみに GPU グラフィックボードはどうなのって気になった人ももしかしたらいるかと思うんですけども、基本的に CPU というかチップセットに内蔵されているので、ノートパソコンの場合はもうこれで十分です。独立して搭載されているノートパソコンを買うと、もう値段がグーンと跳ね上がりますし、ゲーミングノート PC っていう、もうクソでかくて重い別ジャンルになっちゃうので、ここでは割愛します。次に重視してほしいポイントはメモリです。メモリは作業机の広さみたいなことをよく言うと思います。だいたい合ってます。多すぎて困ることはないです。メモリは CPU スコアを5000以上で絞って探していたなら、だいたい 4GB 以上は絶対ついてると思います。で、選択肢としては 4GB にするか、 8GB にするか、 16GB にするかの3択です。それ以上はおそらく一般ワーク用途で使うことはほぼないかと思います。そりゃ多分200個開いて YouTube 見ながら編集したいとか、そういうことを言うのなら話は別ですけど。で、僕がおすすめするのは 8GB か 16GB です。だいたいここの価格差はプラス1万円から2万円ぐらいです。 HP、レノボ、デル、富士通、NEC など直販のオンラインサイトでも細かく指定することができます。8GB から16GB にするのに1万円以下なら安いと言えるでしょう。で、4GB なんですけども、おそらく不満が残ります。急に他のソフトの起動がクソ遅くなったなとか、動画見ながら Excel と Word 開いてネットブラウジングしてたら重いなとか、やっぱ Windows ってクソだわ、そうなる未来が見えます。というわけで、細かい理由と仕組みを述べるのは時間がかかるので全部省略しますが、安く攻めたいなら 8GB、めっちゃ余裕を持ちたいなら 16GB というおすすめの仕方になります。で、次にちょっと難しい話になるんですけども、これは調べて分かんなかったら飛ばしてもいいです。デュアルチャンネルというシステムです。要はメモリが1枚刺さっているか2枚刺さっているかという話です。できるなら2枚の方を選んでください。その方がアクセス速度が速いです。といっても体感できる差っていうのは、あるかなぐらいのジャンルのところでもあるので、調べて出てこない、スペック見たけどわかんねえという場合はもう飛ばしてもらって大丈夫です。案外調べるのに時間がかかったりするメーカーもあります。とりあえず 8GB か 16GB を選んでください。最後にメモリスペックの詳細に書かれている DDR4 とか DDR3 とかLPDDR3 とかの話ですが、これは世代の話だったり電圧の話だったりするんですが、基本的には無視してもらっていいです。現行の新品なら DDR3 か DDR4 なので問題ないです。その後ろの 2133MHZ とか、この表記も無視していいです。メーカーが CPU に合う無理のないものをつけてくれています。最後に説明するのはストレージです。
ハードディスクとか SSD のことです。これも結構重要な項目で、片付ける引き出しの場所や広さみたいなものです。で、まずはじめに言っておきたいのが、ストレージは容量よりも速さを重視して選べってことです。一応最後にどれぐらいの容量がいいかって話もしますけど、今回の動画では速いストレージを選べよっていう話が9割になります。いくらメモリ容量が多くても、いくら CPU が速くても、ここをちゃんと見ないと結局遅いパソコンになるっていう話です。では早速、速さを一番簡単に見分ける方法の話をします。ストレージは HDD ハードディスクか SSD ソリッドステートドライブかっていうのを皆さん聞いたことがあるかと思います。これはもちろん SSD を選んでください。これだけでハズレノート PC は回避できます。でも例外的にメルカリとかの中古で売っている PC はもともと HDD が入っていたはずなのに SSD に入れ替えて売っているパターンが結構多いんですよ。で、これがね、また遅いんですよ。化石のような10年以上前の SSD を入れて SSD 搭載って売ってる業者とかが普通にいます。この辺知識のない人は本当にカモなんですよ。というわけで CPU の話から何度も言いますが、本当に気をつけてください。めっちゃ安く売ってたりしますけど、中古で買わないことをおすすめします。他のトラブルもいっぱいあります。はい、少し話がそれましたが、 SSD 搭載ノート PC かっこ新品を選んでくださいということです。で、ここからが重要な部分なんですが、最近は第3の勢力として格安 Windows ノート業界に EMMC っていう名前のストレージが登場しています。これがね、遅い、マジで遅い。まあ中身は何ぞやって話になると、 SD カードに使われているシステムとほぼ同じものが使われています。格安ノートって3万とかで買えちゃうので、最近はこの EMMC 搭載モデルをつかまされるユーザーは結構多いです。で、やっぱり Windows ってクソだなってなります。 Windows はクソじゃないので、 EMMC 搭載モデルは絶対に買わないでください。マジで遅いです。ミスると HDD よりはるかに遅いこともあります。他にも M.2 PCI Express 接続の SSD とか、より高速なもののおすすめとかもあるんですけど、調べるのもめんどくさい分野になってくるので、今回は省略します。最後に容量に関してですが、ビジネス用途なら 256GB あればかなり余裕が持てると思います。正直 128GB でも問題ないです。動画をたくさん保存したり、ゲームをインストールしたりする場合は 256GB をおすすめしますが、基本的には 128GB で運用して、必要に応じて USB メモリとか後付けストレージとかを買うのがコスパも良くて、初期投資が安く済みます。というわけで、内部パーツで絶対に気にしてほしい部分の説明が終わりました。これで少なくともサクサクで快適だというパソコンは手に入ります。おめでとうございます。ちょっと長くなってしまったので、サクッと今回の動画をまとめます。一つ目は CPU。 パスマークでスコアを絶対検索してください。 GHZ とかコア数とか、そんなことよりもスコアが重要です。5000以上あれば大丈夫です。僕は6000程度のものを使っています。二つ目はメモリ。これは 8GB か 16GB、 余裕を持つなら 16GB を買いましょう。私は 8GB のノートパソコンで仕事をしていますが、問題を感じたことはないです。3つ目はストレージ。 SSD を絶対選んでください。 EMMC は必ず避けてください。容量は 256GB あれば余裕が持てるでしょう。 128GB でも足りなくなったら外付けで補えば問題はないです、という感じでした。ある程度はイメージできたでしょうか。基本的に僕の主観がかなり含まれているので、そこは違うだろうという意見もたくさんあるかとは思うのですが、今回はなるべく悩まずに、そして時間をかけずに失敗しないノートパソコンを買うということで動画を作ったので、ある程度の意見の違いなどはご了承ください。また、調べるの難しかったよとか、全然簡単じゃねえよとか、そういう意見もいただきそうな気がするので、念のため僕が本当におすすめする機種を何点か概要欄に、どこの何がおすすめかという今回の動画の内容と合わせた一言コメントとともに記載しておきますので、こちらも参考にしてみてください。リンクと参考価格も載せておきます。今回の条件をクリアするなら、予算はだいたい最低5万円以上は欲しいです。次回はこの動画の後編ということで、
ノート PC の大きさ選びやキーボードに関する大きな注意点、そしてディスプレイのタイプ判別とバッテリーの充電方式、USB 端子の確認など、外装面で気をつけて選ばないといけない部分をギュッと絞ってシンプルに解説します。こちらもぜひ参考にしてください。それでは今回はここまで。またお会いしましょう。バイバイ。